今日はトロリーバスで、行きますよ、ね、2階建てです。おはよう毎日、はい。すごいね、楽しいですね。ガイドさんの話がすごい面白いです。いいね、すごく。こうやって時々泊まってくれるんで、名所でなかなかいいですね。休憩だそうです。そっちに見えるのがサンデービーチ、ボディーサーフィンで有名なサンデービーチですね。はい、すごい綺麗な景色ですね。これまずこれ写真が撮りたくなるよね。ありがとうございました。いいお話を。いやー、ようやく、約そうだな、2時間半ぐらいかかったかな。でもシーライフパークまで行って、そして今戻ってきました。ワイキキ免税店に戻ってきたんですけど、あっという間の2時間半でしたね。途中休憩もこう入れながら、まあ、塩木岩とかね、あとは、サンデービーチとか、まあ、カハロモール行く方もそうですけども、なんかこういい感じで2階から、見てもらうと全然また風景が変わりますので、おすすめは2階の右側ですね。乗って、進行方向右側の席が結構海がきれいに見えたりとか、しますので、ぜひ試してみてください。めちゃくちゃおもろかったです。